ハチビの捕獲は失敗し逃げられた。あれこそ人中力として完璧な忍びだ。お前の弟だけは。あのアホンミ、これを機に外へ出て遊んでるのか。で、どうする？お前たちの答えを聞こうか。渦巻きナルトは渡さない。もちろん弟も渡さん。俺には力はないが、これまでに集めた美獣の力がある。お前たちに勝ち目はないぞ。希望は捨てない。いいだろう。第四次忍界大戦、ここに宣戦を布告する。貴様、本気で言っておるのか。冗談でこんなことを言い出すほどバカではない。今度は戦場で会おう。はあ、さてどうしたもんかの。忍び連合軍を作るしかない。七体もの美獣の力に対抗するにはな。私もそれしかないと思います。雷影殿はいかがかな？弟は無事だったようだが、これ以上暁にダラダラと振り回されるわけにはいかん。忍び連合軍を作り、一気に蹴りをつける。木の葉はどうする？火影が逃げたままじゃぜ。断蔵は黒い噂が絶えん。今回の件でわしらの信用を失った。もはやこの派内での立場も危ういだろう。いずれ失脚するはずだ。ならば、忍び連合の話は、信用できる木の葉の忍びに俺が伝えておく。誰だ？シャリンガンの畑カカシだ。あの男か。いいだろう。断蔵よりは信用できそうだ。雷影様、すぐにでもキラー B を探す手配をつけましょう。暁が八尾と九尾を狙っているなら、奴らも B を必要に追っているはずです。うん、すぐに捜索隊を編成して B を探し出すのだ。岩、霧、砂、木の葉にはキラー B の情報を提供する。それをもとに捜索チームを編成し、すぐに動け。あとはキュービー、渦巻きナルトか。ここに来る途中で畑カカシとキュービーの人中力に会った。まだこの鉄の国にいるかもしれん。まずはこの国から探してみろ。了解した。マダラの月の目計画とやらを阻止するためには、絶対に八尾と九尾を渡してはダメです。だから八尾と九尾をこちらの連合軍で隠しておくのがベストだと思われますが。
いや、マダラの持つ7体の美獣が集まった力は想像もできん。そこでじゃ、わしら忍び連合軍も8尾と9尾の美獣は戦力として計算した方がいいのではないか。それはダメだ。これは二人を守る戦争でもある。マダラが7体の美獣で戦争を仕掛けてくる理由、それは暁の原戦力でこちらの8尾と9尾を捕らえるのは難しいと考えているからだ。それに戦争で二人をおびき出すためかもしれない。わしも風影の意に同意だ。もしものことを考えれば、敵の前に8尾と9尾を追いそれと出すわけにはいかん。わかりました。それでは彼ら二人は保護拘束ということでどうです、土影様。土影殿、まだ何か不安が？あのマダラの態度が気になってな。よほど自信があるように見えた。実際相手の戦力は未知数じゃぜ。そんな奴らを陣中力なしにどう戦う？8尾と9尾を拘束し、忍び連合が2人を守ったところで、その連合軍が全滅しては意味がない。だったら花から2人を参戦させ連合と協力戦を仕掛けた方が有利だと思うがの。それはどうかな。ん？今ここに世界初の忍び連合軍ができつつある。その力もまた未知数。マダラが7体の美獣を使用するにもリスクがある。そうでなければ交渉を持ちかけたりはしない。向こうにも不利な条件があるのでござろう。それにこの戦争、我々侍も参戦する。土影殿、これでもまだ心配事が終わりか。ならあとはその連合軍を誰がまとめるかじゃぜ。その件については拙者的には雷影殿に任せてはと思っている。ほう。八尾は生きていると見て間違いない。雷影殿も前よりは冷静でいられるであろう。それに先ほどから皆をうまくまとめているし、対応策を出すのも早かった。そしてキーとなる八尾をコントロールできるのは雷影殿だけでござる。水影、風影はそれでええのか。今はここで揉めている場合ではありません。私は雷影様を信じます。雷影に任せよう。両天秤の大抜き、うちがマダラと唯一戦ったことのあるあんたの情報が必要だ。協力しろ。相変わらず命令口調で上から物を言うやつじゃぜ。じゃがこの戦争に負けるよりはマシじゃな。
忍びの世がなくなればお前と喧嘩どころではないからの。いいだろう、協力してやる。これにて忍び連合軍結成。さあ忙しくなるでござる。